おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。日程第一議題1号議題といたします。これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。足立実さん。誰も手を挙げるのかよ。それでは皆さんが調整をしておられるようですので、私が一番バッターでお尋ねをしたいと思います。まず3点ほどお尋ねをするわけですけども、まず一つには魅力ある宮津に UIJ ターン推進事業、いわゆる商いのまちづくり支援補助の関係であります。今回施設整備と運営支援に対する補助金交付限度額を見直しておられるようでありますが、その考え方をまず一点お考えをいただきたいというふうに思います。から二つ目は、前回も指摘をしたわけですけども、補助金を受けた側が、いわゆる空き店舗対策のこの事業なんですけども、開店後にですね、事業をやめた事例がありました。市としてはこうした事例に対してどのように考えておられるかということであります。この件については私も一番早く情報をキャッチいたしましたので、担当室長には早く情報は提供しておったんですけども、残念ながら退店をされたということでございます。それから次の質問であります。まず広報活動事業であります。今回映像広報番組配信やフェイスブックなどの広報媒体を充実しておられますけれども、しっかりとしたブランディングした上で、宮津を発信していくためには統一したイメージ、それから使途、媒体の三位一体で進めることが必要だと思っております。今回予算計上されております関連事業をどう組み合わせて、市長の施政方針にもあります、宮津への人の流れを作るとありますけれども、どのようにつなげていこうと考えておられるのか、お尋ねをしておきたいというふうに思います。から最後ですが、宮津湾にぎわいづくり促進事業であります。これは宮津天梨田で周遊海の都物語推進事業と、こういうことになっておりますが、平成27年度に引き続いて、浜町地区を起点とした天梨立パーク&クルーズ。これはゴールデンウィークだけではなしに、随時、やっておられるわけですけども、停滞緩和だけでなく、海上交通を活用した新たな観光コースの構築によりまして、周遊型旅行商品の造成、あるいは販売促進を図る、こうなっておるんですけども、本来27年度中に、できていなければならなかった海の駅、いわゆる対宮津ヨットハーバーの施設改修でありますが、ここ数年、2、3年ほど、施設改修の予算も計上はしておるんですけども、28年度、いわゆる当初予算では、全てが完了されるというふうに思っておるわけですけども、今回予算計上されたこの2つの事業、どのようにかみ合わせてですね、今後の海上交通ネットワーク、これはもう非常に大事だろうと思うんですけども、海上交通ネットワークをベースにした振る舞いを、どのようにつなげていこうとお考えになっておるのか、その点もお尋ねをしておきたいというふうに思います。以上でございます。森口自立循環室長。魅力ある宮津に UIJ ターンの関係で、2点、ご質問をいただきました。1点目、については、今回、28年度から、制度の見直しということでお願いをいたしております。この心はというところでございます。これまでの補助制度といいますのは、まずイニシャルの部分に、これまで上限ということで50万円でございました。これを新年度から100万円に拡充していきたいというものであります。
でもう一方 の運営費、ランニングの方です。でこれもこれまでは300万円を上限にということでございましたが、まあ、新年度から150万円にということで、まあ、お願いをしておりおるものでございます。でこの心なんですけれども、まずまあ、どちらもその実績をまず見たというところが1点あります。で特に改修費補助については、これまでかなり高額の事業費というんですか、いうことがあったということで、かねてから利用者のお話も聞かせていただく中で、それをもう少し拡充してほしいねというお話もあったということもございまして、これを、まあ、100万円に拡充をさせてもらったということであります。で一方でその運営費補助の方です。これについてはちょっと見直しということで上限値を下げました。これも実績見合いということも含めてということなんですけれども、特にということで、このランニングの部分についてはその前半からまあ開業された方と、まあ、後半からまあ開業された方というところで、このランニングの部分でかなり大きなまあ差が出てくるというようなこともございます。この補助の制度の性格上、まあ、致し方ないという部分はあろうかなというふうには思うんですけれども、ちょっとあまりにもその差が大きいということになりますと、あまりこの制度、補助を打つ方としてもあまり面白くないなというようなこともございまして、これを、まあ、実績も踏まえてということなんですが、先ほど申しましたように、まあ、見直しをさせてもらったと、まあ、こういう心ということでございます。で、ただと言いますか、この制度の見直しを踏み切るにあたりましては、この我々素人だけではなかなか判断もしにくいということでございますので、金融機関さんでありますとか商工会議所、観光協会、まあ、こういった方、このまちづくり、この新規出店事業の審査員を務めていただいているんですけれども、その方たちのご意見もお聞きした上で、まあ、こういった見直しをさせてもらったということでございます。これが1点目でございます。で2点目です。確かに議員から当初からご指摘をいただいておった案件ということで、この新規出店事業を25年度から開始をいたしました。25年度4件で26年度4件ということで、8件、まあ、お世話になったというか新規出店されたということです。順調に、それぞれ運営をしていただいているというふうに思っておりまして、大変嬉しいなと思っておるところなんですが、ただ議員から指摘のありました1件だけ閉店に至ったということであります。これについて今後どのように考えていくんだということがありました。当然この空き家なり空き店舗を使ってその町の活性化をしていきたいということの事業でありますので、当然私どもCとしましては、当然これを一旦スタートアップ支援ということで補助を打つんですが、これを長く継続的に事業を運営していただくというのが当然まあ基本でもありますし、大きな目的ということであります。こういった事例がまあ今後ないように、これからは目を光らせていきたいなというふうにまず思っておるというところです。で今どういう対応をしておるかというところをもう少しお話しさせていただきたいと思うんですが、それこそ議員からご指摘を受けた後から、それこそ先ほど申しましたように審査会でそのプロの目をでもってこう開業の、まあ、是非というんですか、可能性というんですか、いうのをまあ見ていただいておるんですけれども、よりその継続性というところに審査の重きを置いていただくというようにしております。特に金融機関さんがいらっしゃいますので、そこからの、まあ、質問もそういった観点からの質問をしていただいておったり、あるいはその助言であったり指摘であったりというようなことも、まあ、していただいておる、まあ、そういった審査の過程を、まあ、26年度からは経ておるということです。そして、今後なんですが、まあ、さらにもう少し目を光らせていきたいなというふうにも思っておりまして、この28年度からはさらに開業された後に半年単位ぐらいでその、ま、営業実績いうところまでは言いにくいかもわからんですけれども、一定の報告を求めようと思ってます。でその半年ぐらいの期間でその実績も提示をしていただいて、それを、ま、また金融機関なりに、まあるいは商工会議所に見ていただいて、その経営指導というんですか、指導というかアドバイスというか、そういったこともしていただこうというふうに思っておりまして、とにかく私どもがこの新規出店で補助をした事業がとにかく継続的にこれが運営されるように、あらゆる手法でもって、あらゆる手法に努めてまいりたいなというふうに思っております。以上です。川島総務市長。広報活動事業についてのお尋ねでございました。映像広報番組配信ですとか、フェイスブック、まあ、こういったものを、宮園への人の流れを作る
というところに、まあ、どのようにつなげていこうとしているのかということでございました。市の考えと方針としましては、情報発信を効果的に行い、施策や事業に対する市民の関心を高めて、理解共感を得ますとともに市の魅力をアピールしていく広報活動というのを目指しているところでございます。宮津への人の流れを作るためには、とにかく、市外の人に、知ってもらうことが先決だというふうに思っております。特に若い人に宮津の魅力をしっかりと伝えていくということが必要でございます。そのためには、若い人に馴染みのある Facebook ですとか映像配信といったメディアを、まあ、積極的に取り入れていくことが大切であるというふうに思っております。これはネットメディアはユーザーに面白いというふうに思ってもらいましたらかなり の拡散力がございます。この点では市民向けに、行政施策を、まあ、お知らせしとる広報誌宮津とは、まあ、全く違うその編集方針というのが必要だろうというふうに思ってございます。例えば、まあ、この1月にアメイジング宮津というようなことでちくわを題材にした動画を発信をした、しておりますけれども、まあ、こうしたユーモアも関心を引く上で大切ではないかなというふうに思っております。シティプロモーションとまではいきませんですけど、とにかく面白い、また宮津は元気だと思ってもらえるような話題動きを見せ方も工夫して、発信していきたいというふうに思っております。続きまして宮津湾にぎわいづくり促進事業でございます。まず対宮津ヨットハーバーの施設改修にあたりましては、改めてお呼びを申し上げたいと思います。宮津湾の海上交通ネットワークにつきましては、門柱から一宮この航路に加えまして、まあ、海の活用ということで、宮津桟橋対宮津ヨットハーバー江尻稲を結ぶ航路ができないかと、またそれを商品化できないかという考えを持っておりました。また一方で、海上交通は運航経費に対して、まあ、なかなか採算が取りにくいといった面がございます。行政といたしましても、いわゆる公共交通とは異なりまして、まあ、レジャーの側面が強いということから運行に対する支援については躊躇してきたところでございます。こうした中海の京都の動きの中で、事業者におきまして宮津稲航路に、まあ、チャレンジをされたと。また宮津天橋立間におきましても、市の方で天橋立パーク&クルーズに、まあ、一緒に取り組んでまいりまして、取り組みまして、まあ、着実に実績を上げてきておるということでございます。現時点では門柱一宮に加えまして宮津門柱そして宮津稲の航路において観光客をターゲットとした旅行商品の造成販売をしっかりと定着をさせていくこととしております。残りますタイと江尻の地区につきましては、まあ、航路としてちょっとビジネス採算が取れるかどうか、まあ、まあ乗るようにするにはどうしたらいいんだというようなところをちょっと事業者の方とまあ、調整していきたいと協議していきたいというふうに思ってございます。それぞれ利用者側が立ち寄りたくなるような、まあ、魅力づけが必要だと思っております。海の駅でありますタイ宮津ヨットハーバー、まあ、ここはヨットなどの マリンレジャーの重要な拠点でございますけど、まあ、マリンレジャー客だけではなしに一般の、まあ、観光客も行きたくなるような、まあ、観光資源となるよう周辺施設と連携を含めて、検討していきたいというふうに思っております。また京都府の方で、青少年海洋センターマリンピアのリニューアルの計画が今検討されておるところでございまして、まあ、こことの連携が図れないかなというふうに思っております。以上でございます。足立実さん。はい。まあ、ここに答弁をいただきましてありがとうございました。それでは
まず商いまちづくり支援事業の関係であります。今細かく答弁いただいたんですけれども、契約がですねどのようになっておるかよく私らはわからないんですけれども、よくよく見ておりますと都会からこう見えた事業者においてはですね非常に危険性が伴うなというふうに思っております。と言いますのはその、営業自体がですね、都会風で営業されるわけですけれども、こちらは田舎でございますからちょっと合わないというところもあったりしまして、夜中にですねもう逃げてしまうというようなことも実際にはそういうことが起きたわけですけども、一つは店長が売上金を持って逃げたというのが一回ありましたし、それから最終的には撤退といいますか、もう知らん間に店が閉まっておったというような事例がありました。でよくよく考えてみますと地元のですね業者が入られる場合ですと大体あの方はどこのあの人だなとよくわかるんですけども、都会からこう見える事業体というのは我々もよくわかりませんし、どういう、事業体でやっておられるのかもこれもよくつかめません。したがって今申し上げるように非常に危険性を伴うということもありますので、そこらはどういうふうに今後ですねお考えになっていくのかなというちょっと心配もありまして、お尋ねをしておきたいというふうに思っております。非常に空き店舗対策でいいことはいいんですけども、平成25年には4件、26年にも4件そうやって補助をして、おるわけですけども、今申し上げたような何者かわからないようなよそから見えるのはちょっと危険性を伴うなと、そこらの対応を今後どのようにお考えになっているのかということです。それからいわゆる海上交通のネットワークの関係でありますけれども、これは単発的にですねアムナシタテパーク&クルーズも成功裏に今やっておられますし、非常にいいことなんですけれども、先ほど申し上げたようにタイのミアズヨットハーバーとの関連、いわゆる海上交通をどう結びつけていくのかなと、これからはこのミアズというところは海を持っておりますから、非常にこの海を売り出すということはもう重要なことだと思うんですね。で天橋立て行きますのにも一本道ですから停滞しますともうどうにもならんということから、この海上交通これをうまく利用すればもっともっとお客様を呼び込むことができるというふうに思うんですけど、単発的にやっておってもですねいかがなもんかと思いますんで、タイとそれからパーク&クルーズとどういうこのセットでですね売り出していく、これがこれからのキーポイントでないかなというふうに思いますので、そこらもお考えがあったらお聞かせください。堀口自立循環市長。都市部から宮津の方に来て出店される方、特に、どういうような業態をやっておられるかわからんので、ちょっと危険もあるよねというところで、その考え方ということです。基本的にはこの宮津の空き店舗なり空き家を使ってそういった出店をしていただいて、その町のにぎわいを取り戻していきたいという事業でこれはあります。で加えてそれこそUI ターンといいますか、できればその人の流れを宮津に持ってくるというところで、都市部の人にも来ていただきたいなというのは一つ基本的に思っておるというところです。でそうした中で事例も今回あった事例も都市部の人だったということもあって、より慎重にという、ご意見だというふうに思いますが、本当に宮津の方ですとそのどういう業種をやっておられて、これまでの実績がどうやって今後どんなふうな展開をしていくんだろうなということは基本的には読めるんだろうなというふうに私ども思っています。というところで、今以降都市部から来られる方も基本的には歓迎をしたいなと思うんですが、その過去の実績であったり
今後のその宮津ということを どのように捉えてて、どういう層をターゲットにして、どういう商売を展開していこうかというところは、宮津の市内で事業されている方よりも、より詳しくというんですか、お聞きをさせていただかんないなというふうに思っています。ご指摘の通り、今後こういった事例がないように、努めてまいりたいと思っておりますし、そういった手立てでやっていきたいというふうに思っております。川島総務市長。海上交通をいかに今後進めていくかということだったかと思います。この海上交通力入れ始めて、大体10年ぐらいになるのかなというふうに思っております。で、タイのヨットハーバーを、いかにそれを活用してということで、エジリーの方とつなげたりとか、で、ツーデーウォークで、つなげたりとか、エジリーと太陽をつなげたりというようなコースも作ったりしまして、いろんな取り組みをしておるわけですけれども、とにかく海に関心を持ってもらうということが大切なのかなというふうに思っております。で、毎年タイのハーバーでにぎわいフェスタというのを行っております。これ宮津だけではなしに舞鶴ですとか、この北部の、一帯に宣伝もしておりまして、かなり遠くからも来ていただいているというようなふうに思っております。そういったことで徐々に関心を持ってきていただいているのかなというふうに思っております。で、そんな中で先ほど申し上げましたように、その海上交通を実施行っていくには、やっぱりビジネス採算に乗らなければ事業者の方はやってもらえないというようなこともございますので、そういったところをいろんな旅行商品を検討する中で、そういった利用拡大につなげていって、宮津湾が にぎわうことができるようなことが検討できればなというふうに思っております。いろいろとご指導ご助言をいただけましたら大変ありがたいなというふうに思っております。足立稔さん。今海上交通の関係で総務市長から答弁をいただいておるんですけども、観光まちづくりの関係でも関連がありますので、松崎市長の方どのようにお考えですか。松崎観光まちづくり推進市長。私の方のどもの方の所管で今パーク&クルーズを実施をさせていただいております。で、これは宮津と文殊府中をつなぐということで、いわゆるその拠点の中で一番ゴールデンルートというんですか、そういうものをまず構築していこうということで、取り組んでおるものでございます。で、議員の方からそのタイとさらにこの浜町宮津というようなことのネットワークもと一体的にというお話をいただきました。で、会場はこの船でつなぐということで、これはもちろん事業者の採算ベースということがあるんですけれども、まずその前にその、来訪者がそこの拠点に行きたい、例えばタイに行ってそれをまた船でつないでこう宮津に来るということで、やはりその前段にはやっぱりそこの拠点に魅力を作っていくことがまず先であろうというふうに思っておりまして、現在そのタイのにぎわいの方については所管は総務室の方がしておりますけれども、一緒になりまして、まずその来てもらうためのタイの拠点部分のにぎわいというのを、今イベントもされてますけれども、さらに作り上げていって、そしてその中でやはりたくさんの人が船に乗っていただくという可能性が出てくるという中で、事業者とその採算ベースに合うようなお話をしながら、海上交通でつないでいくという順序になろうかというふうに思っておりますので、まずはその拠点を磨くというところで地元と一緒になってやっていきたいなというふうに思っております。以上でございます。谷質疑は木崎雅文さん。はい、それでは、私から、5点ほどですね、質
問させていただきます。まずはですね、事業等説明資料の18ページになります、重要文化的景観、保護推進事業について、です、こちらの方はですね、文化的景観保護推進事業の取り組み事業費ということで、200万円の方が計上をされています。その中でですね、文化的景観検討委員会の開催ということで、2回ほどですか、開催されるということと、まあ、その内容なんですけども、まあ、重要な、構成要素物件の整備の方向性、および、内容の協議を行うというふうに、なっています。またそれに伴いましてですね、重要な構成要素物件に係る整備計画策定および建物履歴調査等の基礎調査の実施ということがありますが、まあ、これたくさんあります重要構成要素なんですけれども、まあ、優先順位をつけながらですね、整備の方向なり方向性なり整備計画なりをですね、まあ、作っていくのだろうというふうに思っていますけれども、宮津市の文化的景観の重要構成要素の一つでもあります溝尻の船屋についての整備の方向性であるとか、またですね、整備計画の進捗状況の方はどうなっていますでしょうか、伺います。次に、ページで言いますと26ページになります。スクールバスの購入事業についてであります。このスクールバスの購入事業の方にはですね、2100万円が計上をされているというふうに思っております。これはですね、平成29年度から養老中学校の方がですね、橋立中学校に統合されることに伴います生徒の通学に使用するスクールバスの購入ということだと思っておりますが、ここにはですね、空き時間に、他の宮津市立学校等の、校外学習等でも活用するというふうに、書かれておりますが、これちょっと一点確認なんですけども、まあ、これは市内の小中学校はもとよりですね、橋立中学校でも該当するのかということを一点お伺いをいたします。次に、魅力ある宮津に UIJ ターン推進事業ということで、これはページでいうと43ページになるんですけども、これちょっと補正とも絡むので、ちょっと補正の方とも絡みますので、ちょっと申し訳ないですけども、ここで3つほど質問させていただきます。ですね、今度新たにですね、この広域連携による定住促進等の展開ということで、北部七市町で連携する広域連携の移住のブランディング等の事業に負担金として195万2000円というふうにあります。それとですね、従来からある UI サポートセンターの運営に430万というふうにあるんですけども、この広域の事業とですね、本市の UI サポートセンターとのですね、まあ、関係というか、事業の住み分けやですね、連携の仕方はどういうふうになっていくのかということを一点お伺いしたいと思います。まあ、どういう市の方はイメージを持っているのかなということを一点お伺いいたします。次にですね、市内の空き家の状況調査及び空き家対策推進会議の設置に50万というふうにありますが、まあ、ここでもまあ同じようなことなんですけれども、この中では地域と連携した空き家情報の収集及びデータベース化ということが挙げられていますが、これもですね、先ほど言いましたその従来からある UI サポートセンターの空き家情報バンクシステムというふうなところと、このデータベース化というふうなところとの関係はどういうふうになっていくのか伺います。3点目としまして、先ほど足立議員の方から言われたので、この空き内のまちづくり支援事業補助事業ですか、この関係のことはさっき考え方を伺ったんであれなんですけど、この事業はですね、新しく出てくるアクションプログラムの方との
KPI に直結する事業じゃないかなというふうに思っておるんですけども、そのあたりのことが、まあ、このシートの方には、触れてないので、そのあたりのちょっとその、アクションプログラムとのちょっと関係性のことについて1点お伺いしたいと思います。続きまして、ページでいうと60ページになるんですけども、共同のまちづくり事業についてということで、これですね、宮津市まちづくり補助金として、300万円が、計上されているわけですけども、まあ、これの補助額の実績の推移というのは、平成25年度が263万円、平成26年度が320万円、平成27年度が262万円とですね、まあ、あまりこう大きく変化せずに今推移をしているわけですが、補助金のですね、この予算計上額の方はですね、平成26年度の当初予算で500万円、平成27年度の当初予算で400万円、そして今度この平成28年度の当初予算で300万円というふうにですね、100万円ずつ減額をしていっています。その理由が何なのかということを一点お聞きしたいのと、この、まあ、財源がですね、すべてまちづくり基金からの繰り入れというふうになっているので、まあ、そのあたりの財源のこともあるのかなということで、そのあたりもちょっと絡めてお考えを伺いたいと思います。そして最後なんですけれども、これはですね、ちょっと一点確認なんですが、私がこう聞き漏らしていたのかもしれませんので、ちょっとその点ご容赦いただきたいんですけれども、当初予算の交際費の財源の方にですね、まあ、特定財源として3億951万1000円というのが、おるわけですけれども、これはですね、減災基金の方からの2億7000万円というのが、まあ、当たっているというふうには、私は思っているんですけれども、まあ、残りのですね、3951万1000円になるんですかね、はどの財源が当たっているのかということをちょっと一点聞き漏らしていたら申し訳ないんですけれども、教えていただきたいと思います。以上です。尾崎教育委員会総括室長。2点いただきました。水市の船屋の関係でございます。文化的景観の重要な、まあ、構成要素となります、溝市の船屋につきましては、整備計画の作成にかかる事前調査として、近くの改修は、近く改修が予定されております建物等を中心に、平成27年度において、10件の、まあ、履歴調査を、まあ、実施しております。保存すべき価値や整備の方針について、まあ、調査を行ったところでございます。この調査では、水尾市の船屋郡につきましては歴史的には幕末にあったことが、まあ、確認されておりますが、稲の船屋のように、まあ、構造的に共通の特徴を持つ、まあ、建築様式ではありませんで、住宅の一部を、まあ、改造したものから廃材を利用した簡易な船小屋まで、まあ、幅広い状況にあるということでございます。そのため建物の形態を、まあ、保全するのではなくですね、阿蘇海とともにある生活の様式がうかがえる、まあ、風景としての状況を群れといいますかね、群として、景観保存することが、まあ、重要というふうに指摘をされております。ただ今回10件の調査でありますので、まあ、今後、まあ、全体の調査を踏まえながら方針をですね、まとめていくこととしております。今後は事前調査の成果も踏まえるとともに、地域の皆さんが主体となって策定されております水戸市地区景観まちづくり協定での、まあ、基本方針および景観ガイドラインとともに方向性を、まあ、一致にしながらですね、意匠の統一体系化を図りつつ、まあ、各船屋ごとの整備計画を策定し、まあ、集計整備に努めていくこととしております。また地元の協議とともに、まあ、情報を協議しながらですね、
情報を共有し協力しながら、まあ、空き家の対策なんかにもですね、などの課題解決に向かっていきたいというふうに思っています。それから今般お世話になります29年度4月からの学校再編ともなりますスクールバスの活用についてでございます。宮津市から橋立中学校へ通学しております。当然橋立中学校の学校もですね使っていただくというような計画でおります。ただまあそれぞれ小中学校におきましてですね学校間における、利用頻度に不均衡が生じないようなこともですね調整しながらですねやっていきたいというふうに思っています。以上でございます。森口自立循環室長。何点かご質問をいただきました。最初に UI ターンの関係です。まず UI ターンの関係うちのサポートセンターの関係と今回そのお願いを、補正の方になりますがお願いをしております、奈良市町の連携事業、これとの関係性というところからご説明させていただきたいと思います。ご承知いただいております通り宮津市の UI ターンサポートセンターというものは宮津市への移住を希望される方の相談窓口ということで設置をいたしております。で今般広域連携ということで北部の奈良市町で議員がお触れになられましたようなブランディングの策定であるとかそういったようなことを、奈良市町で、やっていくということになってます。でその関係性がちょっと分かりにくいということなんですが具体にはそういった取り組みを奈良市町、京都府さんと一緒になって、そういった取り組みをやっていくわけなんですがその奈良市町で、奈良市町の相談窓口を、設けるとかいうことではなしに DMO なんかはそういった形になってこようかと思うんですがこの UIJ ターンの関係についてはそういった都市部での発信機能を強化させていこうということにしております。そのブランド戦略でありますとか、合同説明就職説明会であるとか田舎暮らしの体験ツアーをこう起こしてもらうとかいうようなその事業をいろいろやるということになっています。それをやるのはその奈良市町プラス京都府が会議体を作りましてその場所を作るということではなしにその会議体を作って、こういった事業をやっていきましょうとであるいはこれを都市部で発信をしていきましょうというような事業を展開をしていくということになっています。でその事業を展開したことによって、京都府北部の魅力を知っていただいた方が宮津に来たいということになれば情報を知りたいということになれば私どものサポートセンターに、直接こうつながってくるあるいは北部奈良市町の共同のホームページみたいなものを作ってそこからこうリンクして宮津に来るというようなそんなシステムというようなことで、ご理解をいただきたいなというふうに思ってます。でそれから2点目 の空き家の対策会議の関係です。これもサポートセンターとの関係性ということです。宮津にはもう相当数の空き家がこうあります。でそのただ空き家といってもいろんな空き家がございましてもう今にも朽ち果てそうな老朽危険家屋と言われるような空き家もあればまだまだ活用できますと少し手を入れたら活用できますという空き家あるいはもうそのまますぐ使えますわという空き家いろいろあろうかというふうに思っております。でまずはこれを全部情報収集、集めましてでその色分けをしていきたいなというふうに思っています。これはもう使えないあるいは使える今言ったようなことで色分けをした上で、その関係性というところなんですがその使える空き家あるいは少し手を入れたら使える空き家というものについてはこのサポートセンターの登録物件になんとか入れていきたいなと思っております。今現在登録物件がかなり少ないということで UI 単車がかなり増えてきておるあるいは問い合わせも多いということなんですが登録いただいている物件が少ないということですのでここに手を打っていきたいなということです。で使える空き家はバンク登録するという関係性だというふうにご理解をいただきたいと思います。それから商いの関係についても KPI の関係をご質問ということでございました。今回作りました総合戦略のアクションプログラム、これのパッケージの人の流れを見やずにというところで KPI を設定いたしておりまして空き店舗を活用した新規出店数ということでこの5年間で20件という形で、KPI の設定をさせていただいているということです。で、それから最後
です、共同のまちづくり事業についてのご質問がございました。議員お触れの通り、予算自体はちょっと下がってきてます。で、この心は何だというと、当然このまちづくり事業は私どもこれ今後もどんどん推し進めていきたい、この市民が市民なり市民団体がこう主体的にやっていく事業でありますので、まさにこういったところに力を入れたいというふうに当然思っておるということです。ただそれが予算に反映されてないねということなんですが、私どもこれは推し進めたい事業ではあります。ただこの数年の、実績を見ておりますと、だいたい8件程度こういうお申し込みがあります。で、私ども、おっしゃっていただいたように予算を500万だとか400万だとかいう形で計上しておるんですけれども、結果として実績は200万程度ということです。300万以下というような実績がこの数年ずっと続いておるということです。で、これは推し進めたい事業ではあるんですけれども、その300万8件あたりを見込んでおけばいけるんだろうというふうに思っております。ただ今申しましたように、これは推し進めていきたい事業ですので、結果としてどんどんそういった申請がなされてくれば補正もやっていきたいなという、そんな勢いも思っておるということです。で、財源のこともお触れになられました。まちづくり基金の関係です。まさにこういった事業に使っていただきたいという基金でございますので、そのお金がどうでしょう、使いにくいとか少ないとかそういうことではなしに、これに使っていきたい事業ということで、進めておる事業ということで理解をいただきたいと思います。小西財務室長。議員の方から交際費の特材の財源のお話でした。確かにちょっとご説明も申し上げておりませんので、ちょっと詳しくといいますか、ちょっとご説明させてもらいます。今議員の方からご質問がありましたのは、この125ページ、この冊子の方の125ページに、交際費の元金償還表があります。で、この特定財源のところに3億951万1000円という金額が入っていると。で、この財源はというご質問でした。この財源4点ありまして、議員触れられました通り、1点は減災基金からの繰入れ金が2億7000万円ということになっております。で、残り議員も触れられた3951万1000円というのが少し分かりにくいというお話であったと思います。この3900万の中身は3点ありまして、まず1点がふるさと融資、近いところでは特別養護老人ホームの建設資金として、市が融資を、いわゆる貸し付けをします。で、その市が貸し付けをした元金分を法人の方から返してもらいます。で、その財源が1点入っておるということで、この元金返済にふるさと融資の償還を市がするんですが、その市がする償還の財源というのは法人から返してもらう回収金だということになっております。で、もう1点が16年の台風23号の時に、被災を受けられた方への生活資金等の貸付金がありました。これも貸付を受けた方から回収してまして、そのお金をこの交際費の方に充てているということで、41ページの方の歳入の話になりますが、この41ページの一番下のところに諸収入で貸付金元利収入という目がありまして、その節の2番目の民生費貸付金回収金の節のところに第2節で特別養護老人ホーム整備資金貸付金回収金2014万2000円と、これ2つの法人から返してもらう市の貸付金の元金返済分です。それから
3つ目 の災害援護資金、貸付金、回収金というのが、この16年の台風23号でお貸ししたお金を回収しておるということで、この2つを合わせたものが、まず、1つの特材ということで、ご理解をいただきたいと思います。2014万2000円と50万円、これが入っているということです。からもう1点が住宅使用料でございまして、この元金返済の方は住宅を建設しますけど、その市営住宅を建設するときに建設事業債というのを発行して、住宅を建てます。でその記載の償還 の財源に住宅使用料というのを当てて、おります。でこの関係が、22ページです。この左右の方の22ページ の13巻の使用料、これ の6目の土木使用料というのがあります。でこの中に第4節で住宅使用料というのが入っています。6258万円、これが市営住宅の入居者からいただく使用料ということになっております。でこの6258万円が、まあ、使用料でもらうんですけれども、これを全額当てるんじゃなくって、まず本来の105ページになりますけれども、今度歳出の方になりますが、105ページの、これは住宅の歳出の予算ですが、住宅管理費のところにその他で43711というのがおります。ここにまず当てます。で残り1886万9000円になりますけれども、この残りを交際費の財源の方に持っていっておるということで、ちょっと分かりにくいんですが、減災基金からの繰り入れと、それからふるさと融資からの貸付金の回収金と、それから災害援護資金の回収金と、住宅使用料の一部が当たっておるということで、ご理解をお願いいたします。下木正文さん。はい、交際費については、よくわかりました。ありがとうございます。それとですね、そしたら重要文化的景観の保護推進事業についてなんですけど、この船屋の関係 その整備計画あたり、まあ、しっかりしたその方向性が出てくるその日時というか、どう言ってないかな、そのいつ頃になるのかということをちょっと分かっていましたら、一点お聞きがしたいです。ですね、それからこのすいません、商いのまちづくり支援事業のその今やっぱ KPI の方ということなんですけども、そういったあたりがその、先日の一般質問でも言いましたけど、ちょっとその分かりにくいんですよね。そのこちらのアクションプログラムの方に書いてある KPI とその各個々の事業 その関係性というか、その濃淡というか、これはすごく密接に、関わってくるけど、ここはちょっと薄いんだとかいう、その濃淡あたりがどういうふうに僕らは理解したらいいのかなということがちょっと一点あるので、まあ、書き方になるのかちょっとわからないですけど、少しちょっと考えがあればちょっとお伺いしたいなと思います。はい、あとは大変よくわかりました。以上、ちょっとよろしくお願いします。尾崎教育委員会総括室長。船屋の、まあ、具体的な整備の時期ですけれども、全体の計画としまして、28年度も調査、まあ、28、9で調査を、まあ、するということでございます。で30年度に全体の計画を、まあ、検討していくということで、まあ、整備についてはその後になるのかなと、まあ、今のところの予定ですけれども、まあ、そんな感じで考えています。堀口自立循環室長。商いの関係、です。今回の予算で、まあ、今回も5件ほどお願いをいたしております。で、まあ、それと KPI の関係性とちょっと分かりにくいということだと思うんですが、
議員も今お持ちでいらっしゃると思うんですが、このアクションプログラムで、この先ほども申しました人の流れを作るのところの、空き店舗を活用した新規出店数というところで、この28年度、その予算のズバリというか5件という形で、KPI を設定いたしておりました。議員がおっしゃっているその KPI との関係性が分かりにくいというのは、この5件はやっていくんですけども、当然やっていくというか補助さんはつけさせていただいて、で、募集をさせてもらって5件を、なんとかまた空き店舗を活用してやってもらいたいなというふうに思っております。でその中で議員がちょっと分かりにくいとおっしゃっているのは、この5件が出店した後どう町が活性化できているかとか、人の流れということなんで都市部から何人来たかとか、そういうことなのかなと思ったりもしておるんですが、ちょっとそのあたりのちょっと真意がちょっと分かりにくいということです。で、いずれにしてもその私どもそのこの KPI を達成していくための予算として、今回組ませてもらったということで、ご理解をいただければと思っております。木崎正文さん。はい、ありがとうございます。すみません、僕の質疑の仕方がちょっと悪かったんで、悪かったんかなと思って、ちょっと、うまく質問と答弁のあれが噛み合ってないのかなというふうな気がしてますけども、要はその僕が言いたいのは、この事業、その今、商いのまちづくり支援補助事業だけで、その5件を、その達成していくのか、他の事業もその複雑に多分絡み合うと思うんですよ、いろんなことが。今の UI サポートセンターの方もそうですし、多分その 単体の事業一つでその KPI を、バーンとそこに矢を当てていくいうんじゃないと思うんです。いろんなところの、事業を複雑に絡み合いながら、達成していくもんなんじゃないかなというふうに思っとるので、その辺 の濃淡というか、どう言ったらいいかな、そのやっぱりこれもこれも、このあたりの KPI に関係があるんですよっていうようなことが、分かれば僕らもそういう目で見ていけるのかなというふうに思ったので、ちょっとその辺のことなんです、言いたかったのは。はい、すいません。森口自立循環室長。はい、おっしゃる通りちょっと分かりにくいところがあるんかなと思います。逆にこれストレートすぎて分かりにくいのかも分からないなと思っておりまして、ちょっとその辺もう少し工夫できるようにまた検討させていただきたいというふうに思いますので、お願いいたします。谷の質疑はありませんか。坂根英六さん。はい、それでは3点ほど、お伺いしたいと思います。まず、1点目は、投資予算の特徴点等 のページでいうと13ページにあたります。この宮津市宮津ビジョン2011をこう掲げて、外貨を稼ぎ、経済力を高めて、それを、税収を図っていこうと、今取り組んでいるところなんですけれども、そこでちょっと聞きたいのは、その税収を上げていくというところが、本当にこう今の宮津ビジョン結びついているのかなというところを、ちょっと検証か見ていく中で、今年度は、個人市民税の方ですね、2700万円の増加をこう見込んでいるとあります。これ説明では平均所得の方が上がっているというところの説明があったと思うんですけれども、これは市の施策の効果があっての、税収増と捉えていいのか、アベノミクスとかそういったようなもので、効果が出てきているのかというようなところが、もし、どういうふうにこう見ているのかなというところがあれば、ちょっとご見解の方をお伺いしたいなと思っております。それが1点目です。で2点目なんですけれども、今度は主要事業の概要の、ページでいうと7ページです。これ騒音等の対策事業というところなんですけれども、これはこれまでどのようなこう対策を取っ取られて、どのような成果を上げて、今回の予算計上となっているのかっていうところを、ちょっとお伺いしたいんですけれども、実際これは事業が何をされているのかっていうようなところが、まず、お伺いできればと思っております。で3つ目なんですけれども、参考資料の方の4ページに、なんですけれども、
北前船の港町まちづくり事業なんですけれども、まあ、これ今後どのような新たな、まあ、取り組みか展開をこう考えておられるのかっていうのと、これ三上家の方の指定管理者が、今三上家され、元家さんがされておられますけれども、この実行委員会いうか会議体の方をちょっと見ているとそのところがまあ入っておられないようなので、実際どのようなこう関わりを持って、この北前船っていうところをこう展開しようとされているのかっていうその辺の、ことをお伺い3点、お願いしたいと思います。小西財務室長。私の方から左右の市税の関係で、お答えをいたします。今議員の方からこの14ページですか、個人市民税のその増額予算ということでその原因ということで、ございました。今回、この個人市民税の所得割で6億5840万円という金額を計上いたしております。これ議員も少し今触れられた27年度は6億3040万円でございましたので、まあ、2800万ほど増えているということになっております。でこれ議員も触れられました、私も少し言わせてもらいましたが、この増と見込んだ要因というのが平成27年のその給与所得者、まあ、我々のような給与所得者のその平均の所得、それから営業をやっておられる方の所得、こちらの方が26年から見ると27年が上がっているということがまず1点あります。でこれがまあ28年度にも続く見込みだという思いで、まあ、予算を増やしておるということです。でまず1点、この所得が上がっておるんですが、まあ、その背景というのがどこにあるんかなということで、まあ、いろいろ我々も分析をするんですが、まあ、これ企業にもちょっと聞いてはおるんですけれども、一つは企業収益が回復、この26と27を比べると回復しているということと、それからまあ、主もありましたけれども、多分民間の事業所でもその給与というのが少し、まあ、ベースが上がってるんじゃないかなということと、あともう一点が旅館業等のサービス業、こちらの方の業績回復が、まあ、顕著だということで、この所得が上がっているというふうに思っております。現に国におきましても同じような分析をされてまして、サービス業に今顕著な伸びが見られるというようなことも報道されております。それからもう一点が、そこの信用銀行さんが、この3ヶ月おきにこう景況状況調査というのをされております。でこの丹後地区の景況調査、まあ、我々は今手元に持っとる一番新しいのでは、27年の6月から9月期の、まあ、3ヶ月の景況調査なんですけれども、その景況調査の結果を見ましても、サービス業、特に旅館その他の 宿泊所というところが、売上額それから収益、まあ、これを判断する DI もプラスの域に転じておるというぐらいに分析をされておりまして、その後の10月期から12月期も、業績判断は改善するというふうに見込まれております。まあ、これは北斗さんの見込みですけれども、まあ、こういったことがありまして、予算を増やさせてもらったというのが、査定の背景です。で今議員が触れられたアベノミクスの効果とか市の観光施策の効果なのか、まあ、その辺はどうかなということなんですが、私も市の観光施策の効果、これが出てきたというぐらいに思いたいところなんですが、もう少し様子を見ないとちょっと分かりにくいなということで、この辺の分析についてはもう少しお時間をいただきたいというぐらいに思っております。ただこの
地域にもこう査定する前にこう出かけるんですけれども、まあ、いろいろ聞いてますとやっぱり京都縦貫道等のやっぱ広域高速道路もこの感染がやっぱり大きいんじゃないのというのはお聞きをしておりますので、やっぱり旅館その他のそういう観光業の関係でかなり回復してきているんだろうなというふうに思っておりまして、今後もこれが続いてほしいというふうに思っております。高村市民市長。その都対策事業についての対策と成果というご質問でございますけれども、まずこの事業につきましては平成24年の地方分権の一括の2次この法一括法によりまして、騒音規制法に基づく自動車騒音の状況の常時監視業務というものが京都府の方から市の方に、まあ、法定受託事務、国の法定受託事務ということで、まあ、降りてきて、実施をしておるものでございます。従いまして、まあ、本市の方がこの騒音対策を直接的に講じるというふうな事業ではございませんでして、まあ、環境省の方へこの騒音測定結果を、まあ、報告していくというふうな事業内容でございます。まあ、具体的にはどのようなことをやっているのかということにつきましては、いわゆる住宅を通る幹線道路付近で、区間を定めて昼の部と夜の部それぞれで、まあ、環境基準の基準値をどれだけその住宅戸数が超過しているのかというものを、まあ、測定しておるということでございます。で、まあ、参考までに具体的に例えば27年、今年度こちらにつきましては、まあ、178号のうちの由良地区の方で実証いたしまして、で、まあ、対象となる住居が、まあ、1000戸ぐらいあるんですが、まあ、そのうちの、まあ、30戸がこの環境基準を超過昼だけしている、まあ、2.7% 程度がいうふうな、まあ報告結果になっております。ただしこの超過しておるというのはあくまで環境基準の方を超過しておるのであって、まあ、騒音規制法ではまあそれ以上の、まあ、具体的なまあ法令の文言では、生活環境が著しく損なわれるという状況というふうなところまで至ったときには、まあ、さらに再調査をして、例えば国や都道府県の公安委員会等へ、まあ、同行法に基づくような措置を求めるというようなことも制度上可能でございますけれども、まあ、近年の測定結果ではそういった状況には至っていないという状況でございます。以上です。川島総務室長。北前船町づくり港町町づくり事業についてのご質問でございまして、まあ、今後 の具体的な取り組み内容はということでございます。この事業と説明資料にありますように、北前船町づくり委員会という組織がございまして、まあ、この組織は平成25年に設立をいたしたものでございます。で、活動の内容としましては、それぞれの団体が主体的に、まあ、北前船を資源として、まあ、取り組みまして、まあ、これらをネットワーク化して、相乗効果を出して進めていこうというもので、ございます。まあ、そういったネットワーク組織でございまして、まあ、今後 の計画ということでございますが、今後の予定としましては由良にあります安住足湯北前船資料館、まあ、ここを会場にして北前船まちづくり委員会の、まあ、学習交流会を開催をされる、予定です。そして、委員会に参画する各団体の間での、まあ、情報交流ですとか、まあ、意見交換の機会を持つとされております。また28年度ですけども、それぞれの団体で、まあ、引き継ぎ、まあ、活動に取り組まれるほか、京都府立大学京都府立大学の方でお願いをしております、宮津市北前船関連資料調査研究というのを、まあ、お願いをしているんですけども、これの、まあ、成果の共有ですとか、また
毎年行っております北前船寄港地フォーラム、まあ、こういったところへの参加をして、まあ、ネットワークの強化をされるという予定でございます。それと三上家住宅 の、 指定管理者でありますモット屋の27 の、 件でのご質問でございました。このモット屋27につきましては平成27年4月1日に設立をされたということです。で、先ほど申し上げました松塾委員会については25年に設立をしておりまして、まあ、今の段階では加入はされてないということでございますが、まあ、北前船という関連がございますので、委員会の方に、まあ、参画してもらうように話をしてまいりたいというふうに思っております。他にご質疑はございませんか。星野和彦さん。はい、2点お伺いします。事業説明資料1の、浜町にぎわいづくり推進事業について、この観光交流センター運営費がその2075万円のというふうになっておりますけれども、その内訳と、今後の運営見込み額をお聞かせください。2点目が、事業等説明資料4番の、山の地域資源活用事業、ここで、書かれている期待される効果が、出荷額平成26年度500万円と、いうふうに記してありますが、この粗利益がですね、マイナス2000万円と12月定例会で伺いました。平成31年度の出荷額が3000万円というふうに記述してありますけれども、これに対する粗利益、あと今後のこの事業計画の詳細をご説明願います。松崎観光まちづくり推進室長。浜町にぎわいづくり推進事業につきまして2点ご質問をいただきました。まず1点目 の、 観光交流センター運営費2075万円の内訳についてでございます。この観光交流センターの運営費につきましては、まあ、大きく分けて、施設として2つの、まあ、運営経費があると思っております。1つは観光案内所の運営費でございます。この観光案内所につきましては、まず案内業務の委託料の方で820万円から光熱水費、それからトイレ清掃等のランニング経費で179万円合計999万円でございます。から次に立体駐車場の方の運営費としまして、この施設 の、 警備とか保守のこの委託経費としまして479万6千円から光熱水費、それからトイレの清掃等のランニング経費としまして533万4千円から細かい修繕が毎年発生しておりますので修繕費として40万円計この立体駐車場の運営費で1053万円でございます。でその他事務費として、23万円を計上しておりまして、これら合わせまして2075万円ということでございます。から2点目 の、 今後の運営費の見込み額についてはということでございますが、この観光交流センターにつきましては来訪者を受け入れる基盤部分の経費としまして今申し上げましたとおり固定経費が多く、今後も施設管理運営費につきましては、まあ、同程度の支出が必要であるというふうに見込んでおります。以上でございます。山根産業振興室長。はい、2点ご質問いただきました。総合戦略に関わります KPI に示しております3000万円に対する粗利益、それから今後の事業計画詳細ということでございます。まず1点目の粗利についてでございますけれども、この宮津市が各企業の、事業計画をもとにですね独自に、積み上げたものでございますけれども、また各製品のまだ仕様がしっかりと、まあ、固まってないということもありまして、まあ、正確な数値とは言いませんけれども、平成31年の粗利ということではおおむね、50万円程度と
というふうに試算をしております。まあ、課題として、まあ、コストのですね、縮減というところで、もう少し粗利を増やしていかなければいけないなという課題はあると考えております。それから今後の事業計画の詳細ということでございますけれども、現在のサンコール、皆さんご存知の通り、サンコール株式会社様において、竹の連続炭化装置の微粉炭を、が、まあ、製造されているわけなんですけれども、この微粉炭につきましては、この間オープンにされたわけなんですけれども、ゴム用フィラー、それから脱臭製品、それから塗料、インキ等の、顔料等に、使われるということで、今開発が、進められておりまして、この事業計画をもとにですね、今度竹資源管理センターを担っていただきますシバリン GTEC 株式会社様もですね、事業計画をですね、立てられまして、両社をはじめ事業計画をですね、しっかり各社から、まあ、その他にもあるわけではございますけれども、各社から事業計画を伺いまして、事業計画を立てられております。まあ、詳細な説明はですね、なかなかその個別の企業ということになりますので、詳細なところは、ご説明がちょっと申し上げるところができませんけれども、各社において、着実に事業を進めていただいておるというふうに認識をしております。星野和彦さん、ご説明ありがとうございます。この竹の方なんですけども、この粗利益がですね、平成31年に至っても利益はトントンということになりますけども、これまでですね、かけてきたお金、費用対効果から考えますと、まだ31年でも、トントンベースと、費用がですね、利益がですね、これいつになったらこの大幅な利益が出るのかという、やっぱり事業計画ってもう少し具体的にですね、販売先も含めて、作るべきものじゃないかというふうに思うんですけども、そのあたりはどうなる、32年以降に大きく黒字が出るとかですね、そういう目処っていうのはついておるんでしょうか。山根産業振興室長。大幅な利益、ということでございますけれども、まだ32年以降その、目処がついているということではございません。まあ、その、この事業計画を進めながら、まあ、私どもその企業誘致の観点で、まあ、事業所の、まあ、誘致というところで、まあ、竹関連企業もそうでございますので、しっかりとその企業誘致の観点で、まあ、事業拡大、まあ、収益が上がるような、まあ、事業者も積極的に見つけていくというようなことも、行っていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。星野和彦さん。ちょっとここについてはですね、毎年、どなたかがご質問されておるかと思いますけれども、やはりそのやっぱりこう続く質問というのはですね、事業性が先が見えないからこう出てくるわけであってですね、やはりその明確なやっぱ費用対効果でですね、億単位のお金を使って、いつになったら利益が出るんだろうというところは、やはり、その具体性ですね、販売先がどこになって、まあ、よく私が言ってあれですけれども、民間企業の場合ですとですね、やはりその事業計画というのは随分とキャッシュフロープロジェクションも含めてですね、借り入れ、この返済計画がどうなるんだと、市の場合というのはその、まあ補助金等があって、分かりづらい部分もありますけれども、かけた費用に対してやはりそれを取り戻すんだというところがなければですね、進めるにあたって問題が出るんじゃないかと思いますので、一つこの次回までにはですね、もう少し具体的なご説明をいただきたいなというふうに思います。山根産業振興室長。
企業 の、 まあ、誘致活動ということで、まあ、これからも、努力をしていくわけなんですけれども、その企業の、まあ、収益等々につきましては、まあ、なかなか、細かいところまで申し上げることはできませんけれども、今後ですね、その、まあ、できる限り、詳しい説明が、まあ、可能の限り説明ができるような、ところをですね、まあ、そういったところを、まあ、努めてまいりたいというふうに思っております。市長よろしいですか。井上市長、事業を進めるにあたりまして、やっぱり費用対効果がたくさん効果があるような方向に持っていかなければならないというのを私もそう考えているところでございますけれども、この竹の事業に関しましてはですね、川上の方から川島まで幅広い、取り組みだというふうに思っておりましてですね、川上の方では放置竹林対策という形で大きな役割を果たすことだと思ってまして、でこれについては必ずしも放置竹林としてですね、対策として伐採等が間伐等がですねやられているところもありますので、これに対しては本当に放置竹林対策として、必ずしも費用対効果が求められなくて、むしろ本当に整然とした竹林へどう転換していくかというところの大きな事業だというふうに思っています。で川島の方に来ましては、まあ、先ほど話がありましたように、大きな産業としてですね、立地をしてくるものだというふうに思っておりまして、一つの例としてこれが今サンコールさんみたいなのが竹炭工場を建てるんだと思ってまして、それの方の費用対効果になりますと、うちは市の方からはその工場立地をですね支援していく方向になると思うんですけども、それに対して、出口の方で、民間の企業さんの方がしっかりと採算をですね、事業計画を持って入ってきてくれるんだというふうに思ってますので、今のでどんどんと進めていただいてますので、10年、20年先のですね、事業計画を持って今工場の方の立地に向けてですね、研究開発から入っていただいているんだと思ってまして、そっちの方はで大きく業態効果があるのではないかなというふうな、これは民間サンドで進めている方の事業のサイドで考えていかなきゃならないのではないかなと思ってますので、まあ、全体として、市の方としましてもこうした産業が生まれて雇用が生まれていければ、この民間の方で進められているものも大きな効果として捉えることができるのではないかなと思いますので、まあ、そういうふうな状況で今進めていただいているところでございますので、業態効果も大きなものが見込めるという形で、進めているんだというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。谷ご質疑は徳本義孝さん。ちょっと、まあ、大きいというのか、我々が過去で議決してきた内容が今度若干変わっていくなというような思いがあるので、その辺をちょっとお尋ねしたいなと。まずは予算書の方の、127ページ、ここで問題になるのは丹後地区土地開発公社所有の、まあ、この当時は図書館と複合施設建設用地についてということで、ここで債務負担行為、これも随分議会ではいろんなご意見が出て、我々の命のある間にこれ債務負担行為5年や15年やというのは OK 大丈夫なんかというようなことで随分と大揉めした債務負担行為の、まあ、事件であった、事件というか議案であったと思います。まあ、そこもなんとか理事者の方の誠意あるご答弁と、なおかつこのまま置いておいて、無駄に金利を払っていくなり、また無駄に施設をほったらかしにしておくという、土地をほったらかしにしておくということに関して、まあ、我々も妥協をしながら、まあ、こんなふうな今現在の使用形態にまあ至っておると。ところが、まあ、この間実際のところを言いますと、全教なんかでもいろいろ説明があったんですけれども、まあ、図書館を考える会から、まあ、市長に提言があって、市としては今回の提言を踏まえて、まあ、早期に宮津市立図書館の在り方と検討していく、それから施設について
でもうんぬんうんぬんと、まあ、中には例えば場所についてのいろんな文言が入っておりますね。例えば海に臨むとか、心和むロケーションが満喫できるとか、まあ、一方でここで考えてほしいんですけれども、我々議会としては平成20年3月に丹後地区土地開発公社所有の図書館等複合施設建設用地の債務負担行為延長の議案に対して付帯決議をつけておるんですね。この付帯決議というのは、この複合施設とは図書館、市街地5地区の地区公民館、児童館の機能を持つものであり、この件を含めてどのように考えているのかということが大きな問題になったわけです。で、それに対して、できる限り早く一定の方向性を見出して、なんとか、まあ、建設の方向性に向かっていきたいというようなご答弁であったやに思っておるし、記憶をいたしております。で、まあ、まあ現在まで正直言いまして、まあ、何ら動きなく、まあ、現在はあの土地についてはローソンさんがまあ営業されて、まあ、ある時期まではタバコの販売ができなかったというようなことで、まあ、実際問題はなかなか予定の、まあ、金額というか借用料は入ってこなかった。でもただ今はタバコも販売できて一定の金額が入ってくる、まあ、それによって土地開発公社に対しては一定のメリットはあるのかな、まあ、市民にとっても一定メリットはあるのかな、まあ、それはそう思います。ところが今回こういうことで、我々が行った付帯決議や債務負担行為と含めて、これは一体まあ今後どのようにされるんかなということが気になるので、その辺を、まあ、これまた財務の話になっていこうかと思うので、ちょっと総務委員会の委員でありながら難しいんだけど、でもこれはただ我々が議会で付帯決議をつけた大きな事案であるということを鑑みて、この議会の質疑の場でお尋ねをして記録として残しておきたいと、そんなふうに思うので、この質疑に関しては特にお許しをいただきたいな、そんなふうに思います。以上です。小西財務室長。今議員の方からこの127ページの、土地庫に関わるその債務保証ということで、この4億の、まあ、枠で今議決をもらっておるということについて、一方で図書館を考える会の方から一定の提言が出たということで、いわゆる図書館の在り方を考える研究会と、それから今議員が触れられたローソンさんに貸し付けておる土地も図書館ということで、今ダブルになってますということで、まあ、今後の整理についてのご質問であったという具合に思っております。これは議員もご承知の通り、今丹後地区土地開発公社、これについては民間資金で土地を手に入れますので、入れてきましたので、利子が、まあ、上乗せで、結構な母価になっておるということで、途中からオーバーナイト、短期貸付金を貸して、翌年度翌年の3月末に返してもらうということで、無利子の短期貸付金を用意して、母価のアップを防止していこうということで今やってまして、去年あたりから土地開発基金の方にちょっとお金が入ってきたということで、今そういうお金でもうオーバーナイトをやめて、純粋の長期貸付金ということ、まあ、無利子の長期貸付金ということで今対応してますという関係で、母価の方はそないどんどんこう上がってきてないという状況なんですが、まあ、いずれにしても目的が2つ出てきそうだと、2つの事案が出てきそうだということです。で、今議員の方から触れられた、図書館を考える会からのその提言というのに、まあ、当然図書館機能の提言もありましたけれども、まあ、加えて、議員触れられたその海を、まあ、望んで、
心が和むロケーションというところの場所がいいんじゃないかという、まあ、提言も出ました。まあ、あの辺りかなという気がしますけれども、まあ、そういう提言も出たということで、施政方針でもこの提言を受けて、まあ、市としてもその機能の充実に向けた取り組みを早期に進めるというのを申し上げております。でこの取り組みの中で当然だと思うんですが、場所も市の方で決めていかんなんという具合に思っております。で今議員が触れられたこの20年の、債務負担の延長に関わって、付けられました付帯決議、図書館とこの、5つの旧宮津町の5地域の地区公民館と、それから児童館と、まあ、この3つの機能を持った複合施設を債務負担期間は延長しますが、まあ、早期に建設をされたいというような議会から その重たい要望というふうに受け止めております。で、まあ、意見とは違いますし付帯決議でございますので、この辺も含めまして、今後その新しい図書館のそのあり方というのを、まあ、検討していく中で、機能も含めて、場所も、まあ、決めていきたいという具合に思っておりますので、またそのあたりがこう具体化してきましたら、この付帯決議があった、逆にあちらの土地をどう使うんだという話も出てきますので、その両方の課題を調整をした上で、改めて、議会になるんだと思うんですが、ご説明申し上げて、きっちりと用地の目的を座らせていかんなという具合に思って、おりますので、また4月以降この新しい図書館の、その市としての対応が出てまいりますので、その説には、この付帯決議をその置き去りにすることなく、きっちりと議会の方にご説明を申し上げていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をお願いをしたいというふうに思います。徳本義隆さん。はい、まあ、大変ね、苦渋の選択というか、もう図書館は図書館として独立のというようなね、お話もあるんだろうけども、あくまでも我々は当初は各地区の者が一緒にご意見を伺いたいということで、我々は西部地区の代表として、ここにいらっしゃる足立議員さんなんかは中部の代表としてこんなふうなものがいいなとか、何階にはどういうどの地区が入ってとか、より具体的なね話までしてきた経過というようなことがありまして、ですから逆に言うとそれがどういう形に変わっていくのかということも誠意を持ってお話をしていけば、それはこの厳しい財政状況の中で同じような施設を2つ3つ作る必要があるのかと言われれば、そんなことはまだ私は市民の皆さんに誠意ある説明をしていけばご理解はいただけるのかななんていうふうには思います。まあ、当然我々にもそういう説明していく責任もありましょうし、まあ、ただもう一点同じ内容なんだけども、今現在のところこれ土地単語の土地開発公社って言うんだけども、設立時には皆さんね、例えば、まあ各教団越しのところの長だとかいろんなところが入ってやっておったところが、交換、去年ですか、でも一応去年度で、本年度かな、でほぼあらゆる宮津市以外のところはもう土地開発公社、まあ、解消して自分のところの、まあ土地というようなことで抱き、まあ、土地を抱くという言い方嫌ですけども、そういうふうに財産に変えられていっとるというようなこともあったりなんかして、その辺のところの考え方ですね。一つはですからヒントとしてはそういう形も整理も含めて債務負担行為もあるし、同時にやはり市としてはこういう方針で
大きな目的でこういう方向に変わっていきますと。でこういうふうにして市民の皆さんに、お約束した部分とその実行できる部分と実行できない部分というのがこうありますということをね、具体に提示をして、そして理解を求めていくという作業が必要になるんじゃないかなと思うんだけれども、ご意見があれば。小西財務室長。まず最初の関連質問ということで、今議員言われた公民館、図書館以外にも地区公民館と児童館の機能を、合わせますという目的で、その土地を今都市開発公社に買ってもらっているということですので、図書館の関係は、この在り方研究会の方との整合が図れるにしても、残る2つの機能をどうしていくかというのも当然合わせて検討していかんなという具合に思っております。で、児童館の機能というのをその例えば子育て支援の拠点の機能に置き換えるとか、いろいろ検討していかんなというふうに思います。から地区公民館も今議員触れられた、私も当時図面を見たこともありまして、各地区5ブロックの地区公民館の各小部屋を設けて、大きなその集合部屋も1個いるとか、いろいろと議論がなされたように思っております。で、旧村は各地区公民館が1個ずつありますので、この旧宮津町も1個いるんだという話も当時あったというふうに思いますので、また市全体の地区公民館の在り方も含めて、当然整理をしていかんなという具合に思います。いずれにしても3つの機能を持った施設と現在図書館の在り方研究会の提案が出てきたというところを整理して、ご説明をさせてもらうなという感じを持っております。だからもう一点がその土地公そのものの、今後のお話であったかなというふうに思うんです。これ議員触れられた通り、昔は一市十町の丹後地区土地開発公社で、合併が進みまして現在二市二町の都市開発公社ということで、宮津市以外の一市二町さんにおかれましては、都市公に、お願いをしてきた土地はすべて買い戻されたということで、現在新しい都市公への依頼もありませんので、事実上宮津市から依頼をした土地を現在保有しておる都市開発公社ということになっておりますので、実質的には一市一土地公というようなことになっております。ただ京都府も含めて、今後、どういったことが起きるかわからんということもありますので、今二市二町の行政レベルのトップレベルでは、当面丹後地区土地開発公社は維持をしていくということで、一応協議は整っておりまして、そういう中で塩漬けの土地をなくしていかんなんということになっております。多分議員は今言われてかけたのは次のページのもう一点の市の土地公のお話だと思うんですが、これも見てもらいましたら28年度でこの債務負担、いわゆる債務保証期間が終わるということで、これは島崎とか安置とか馬場崎の関係で、平成9年ぐらいでしたか、大手川の改修に備えた大外地がいるということで、一定の土地を公社の方に取得依頼をして今日まで来ておるということでして、この土地については議員ももうご承知だと思います。過去に数回にわたって債務期間を延長していますということで、この来年3月が期間満了ということですので、どうなるか分かりませんが、私が今年28年度の当初予算を査定させていただく中で、再延長はやっぱりやるべきじゃないということで、来年3月までには一定この大手川関連の大外地については一般会計の方に買い戻すと
ということをやっていくべきなんじゃないかなということで、ちょっとあの議論もしておりましたので、あの28年度どうなるか分かりませんけれども、あのそんな議論をしておったということで、ご理解をお願いをしたいという具合に思っております。他にご質疑はありませんか。松本隆さん。そしたら3点お願いします。まず1点は13ヶ月予算の概要の38ページなんですけれども、この指定管理者制度導入施設についてということで、市民実践活動施設管理運営事業の中で、指定管理料が、27年度と比較しまして400万円、増えておりますが、その内容につきお尋ねします。それからもう1点は事業等説明資料の15ページの世界遺産登録推進事業ですけれども、この事業もおおむね10年近くなってきておりますが、この本当に目的としては我が国の宝である天の橋立を中心とする地域を保全し、将来に継承するとともに地域の誇りとしてその魅力を高めていくため、世界遺産の登録を目指し、もって地域社会の発展に寄与することを目的にということで、進められてきたわけですけれども、その本当に目的通り、進んでいるのかどうか、また市民のこの機運を高めるべき事業と思うわけでありますが、そのあたりをお尋ねします。それから3点目に、23ページの小中一貫教育推進事業ですけれども、現在、市内のこの小中学校におきましては、この学校再編の計画が今この途上で進められているという中で、組んだ、またこの市内、鈴、それから府中以北と、その計画がまだこの登場の段階で、一直線になってないわけですね。その段階で、当該地区、またこの学校区に、説明理解が得られるのかどうか、そのあたりを尋ねたいと思います。それからもう一つ、この小中一貫教育を進める中で、児童生徒にとってのメリット、それからデメリットにつき、このあたりも尋ねたいと思います。それから3点目に、全国的に今子どもの貧困と学力の関係が取り上げられております中で、財政的側面、それからもう一方ではこの小中一貫校の運営による財政的負担はどのようになるのか、そのあたりをお尋ねします。川島総務室長。総務室について2点ございました。1点は、市民実践活動実践活動施設の管理運営事業について、事業費が膨らんでおるということでございます。これにつきましては、職員体制、その実践活動センターの職員体制、人件費でございますが、今回市の職員 の人件費もお願いをしておりますけれども、市の職員のカットの取り扱いを変更いたしました。で、実践活動センターにつきましても市の職員に準じてというようなことで、なっておりまして、それに伴います人件費の増が270万円ほどございます。それと2つ目が、ステージ文化交流事業の充実ということで、27年度はこのステージ事業1事業でしたですけども、28年度では3事業、今予定をいたしております。一つは、鼓動といいまして、太鼓 のグループでございます。集まりでございますが、その関係と、宝くじ町の音楽会、これは宝くじを活用して行うものでございます。それと NHK の全国公開番組
ベストオブクラシックという FM の番組ですけど、この3つ事業をすることにしておりまして、それが約80万です。それと施設の管理運営ということで、昨年関電さんの方で昨年の6月ですか、電気料が値上がりいたしまして、その関係で、28年度約40万ほど増えるということで、大体以上が増えた理由でございます。次に世界遺産登録推進事業について、目的通り進んでおるのかと、もっと市民の機運を高めるべきではないかということでございますが、毎年世界遺産のシンポジウムを開催をいたしております。また天の橋立の一斉清掃の際の、PR グッズの配布ですとか、啓発看板等のほか、宮津青年会議所の方では、小学生が天の橋立を、勉強して、その魅力を観光客に伝えるというワクワクキッズガイドを行っていただいておりますが、今以上にやはり市民の機運を高めていくことは大切だというふうに思っております。で、今年度の事業ですけども、天の橋立を紹介する小冊子を今作成をいたしております。これは京都府と一緒にということになりますけども、この小冊子ですけども、天の橋立の世界遺産登録に携わっていただいた、研究者からご寄稿をいただいたり、天の橋立の文化的な価値を分かりやすく伝えるもの、また地元で、保全活動等に携わっていただいている、方の、思いなんかも掲載すると、いうことで現在作っておるところで、ございます。住民の皆さんにお配りして、天の橋立の価値というものを、の理解を深めていただきたいというふうに思っております。また重要文化的景観などの天の橋立周辺の景観整備の事業も進んでおります。また今回条例でも提案いたしております美しく豊かな阿蘇海を作り未来につなぐ条例というのをご提案させていただいておりますが、こういった取り組みを合わせて、新年度においてもその、議員ご指摘も踏まえまして、しっかりと、取り組んでまいりたいというふうに思っております。尾崎教育委員会総括室長。3点ご質問いただきました。1点目 の小中間教育を推進するにあたりまして、学校再編、との、関係のご質問がございました。吉井戸と訓練につきましてはですね、当初の計画の中で、訓練の方は由良小学校が由良小学校を訓練小学校に統合するという計画でございました。から吉井小学校については存続ということでございます。で、現在日置養老小学校、第2次の宮津市の小中学校再編計画によりまして、府中小学校の方に再編することとしており、現在のところは合意に至っておりませんけれども、協議を行うということにしています。養老中学校については平成29年から24月から橋立中学校に再編することということで、日置および養老小学校につきましては橋立中学校の校区になるということが1点ございます。予算庁の方では保育所、幼稚園もありますけれども、小学校中学校の連携教育ということに方針立てをされておりまして、取り組みもされております。一例申し上げますと、橋立中学校には小中連携課会の先生がございまして、この先生が日置府中吉津岩崎小学校の方にですね、一部教科担任生としてですね指導されているということでございます。それから橋立中学校の校区のですね公園町外がございます。で、そこの会にですね本市の保育園の先生、校長先生もですね、園長先生、所長さんもですね出席をしてされておりましてですね、子どもの様子をですね共有されとるとなる取り組みもされております。こうした中で本市といたしましては宮津に住むすべての児童生徒に対してですね小中一貫教育を提供していく
こととしておりますことから、橋立中学校も対象校と位置づけましてですね、まあ、今後与謝野町の方とも十分協議をしていきたいというふうに考えています。それから小中一貫教育の推進にあたりましては、各学校、まあ、中学校区はですね、来年度設置します宮津市小中一貫教育推進研究、研究推進協議会におきまして、まあ、内容や取り組みなどをまあ協議し、合わせて地域住民の皆さんにもですね、まあ、その協議内容ですとか、まあ、進捗状況なんかをですね、お知らせし、小中一貫教育の情報をですね、共有したいというふうに考えているところでございます。それから小中一貫教育の児童生徒にとってのメリット、デメリットということでございました。メリットの方でございます。10年を見据えた一貫した方針の下で、発達段階に応じた計画的継続的な指導が可能となり、なるなどによりましてですね、学力の定着が期待ができるということがまず一点ございます。それから一人一人に応じた指導の継続、指導方法の一貫性によりまして、児童生徒のつまずきなんかがですね、減少するなど、学習意欲と学習能力の向上にですね、期待がされます。三つ目が小学校から中学校へ進学する際にですね、不適を軽減することで、中1ギャップの解消をするなど、中1ギャップの解消などによりましてですね、問題行動や不登校の減少など、生活力の高まりに期待されるということでございます。それから小学校での一部教科担任制や小中の教員によります、TT の授業が組織できますことから、教員個々が有します専門性や資質能力を生かすことができるなど、児童生徒に力をつける授業ですとか、生徒指導の改善に期待ができるということでございます。児童生徒の主な児童生徒に対するメリットにつきましては、以上のようなものが主なものでございます。デメリットというのはですね、特にないんかなというふうに思っておりますけれども、先生方の方には少し課題が起きるんかなということでございます。紹介しますと、出前授業の実施によりましてですね、中学校の教員の、授業時間が増えることが考えられます。それから教材研究ですとか、交流事業、研修、学校運営にですね、打ち合わせをしなくてもなりませんので、そういった時間がですね、必要になります。それから本市の場合ですと、施設分離型というようなことになりますので、児童生徒や小中教員の移動に伴う時間的ロスとかですね、場合によってはもう経費とかですね、誰が引率するんやという体制とかですね、そういったものにも課題が見られるかなと、他にもありますけれども、一例を紹介しますと非常にようなものがございます。それから3つ目のご質問ですけれども、全国的な子どもの貧困の学力の関係とでございます。1点目の方はですね、子どもの貧困対策として就学援助などによりまして、就学困難な児童生徒への保護者への経済的負担を軽減するための支援策を28年度は拡充させてお願いをしております。一方で小中一貫校の運営によります、財政負担につきましては、小中一貫教育の推進にかかる、専門職員の、人件費ですとか、交流学習ですとか、そういった経費が考えております。以上でございます。他にご質疑はありませんか。島田茂雄さん。すみません。まず教育委員会のことなんですけど、スクールバスの運行事業なんですが、2100万、主催で与謝野中学校のバスを購入してくれるということですが、
教育長やとか、室長、それから副室長、何回も懇談会に来ていただきまして、本当にありがとうございました。まあ、なんとか29年の4月にですね、橋田中学校に行くようなことが決まりました。まあ、決して、父兄、生徒たちも喜んでおるわけではないと私は思っておるんです。まあ、その中で、まあ、特に生徒、父兄の方がやはり、まあ、今年は雪が少なかったですけど、田原から日向にから通う、本当に、まあ、40分ではいかないとかかると私は十分思っておるんですけど、まあ、冬になってみると、これ、今年あたりはいいですけど、また、雪がよく降ってくるかも分かりませんし、なんとか不安が材料がいっぱいだと思っております。まあ、特に、まあ、通勤の関係です。通学の関係については配慮をぜひともお願いがしたいなと思っておりますし、まあ、除雪の関係についても十分こう考慮をしていただきたいなと思っておる次第です。で、まあ、2100万ですが、大きな金額なんですが、由良のから訓練会用が317万5000円ぐらいで費用等が上がってきているんですが、まあ、今後ですね、そういった関係が、段階バス等での車両を含む経費がどれぐらい資産がかかったのかなと思ってお聞きがしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから総務の関係なんですが、男女共同参画と女性運の活躍推進、これはまあ本当にいいと思っておるんですが、平成29年度から39年度、まあ、10年間です。また、子育ての応援が、31年度には10社、ワークライフバランス推進宣言企業が31年には60社にするということですが、これにあたる75万円は、どのような経費が、必要になってくるのか教えていただきたいなと思っておりますし、まあ、委員会の中にですね、高校生が参加するということはいかがなもんかなと、ちょっとお聞かせがしたいです。そして、まあ、この新規の参画事業なんですが、公金等で、はできないのか、ちょっとお願いをします。から、姉妹友好都市の770万ですが、P22 なんですが、まあ、4月にニュージーランド35周年に今度は市長とも行かれるんですが、5人派遣となっているんです。で、国際交流協会とは今でもあって、何におられて、その代表者が行かれると思っているんですが、教えていただきたいなと思っております。まあ、一般財源もですね、336万円ほど出てるわけですが、まあ、高校生の関係についてね、10人程度で聞いておるんですが、毎年応募がたくさんあるのか教えていただきたいのと、からまた職員市民訪問団の場所は8人が行かれると思ってるんですが、どこを国際交流の中で、今回訪問されるのか教えていただきたいなと思っております。それからですね、公共交通の利用促進事業が900万から KTR の支援事業が1680万、から地方バス路線が3800万、本当にまあ主催までこう使って、頑張って市長頑張ってやっとるんですが、まあ、本当にですね、京子方面すれば本当にまあ助かっておられると思います。まあ、ぜひとも2年間で話しにですね、今後続けてほしいなと思っておりますし、まあ、KTR の方もですね、65歳以上の方でですね、そういった恩恵が受けられるということです。まあ、今後ですね、まあ、今年も、まあ、清掃工場、それから宮津 小学校、それから防災拠点等が、まあ、いろんな被災で含まれておるわけですが、まあ、今後、
今後この事業はですね、いつまで支援ができるのか、今後の対策はあるのか、どうかちょっとお聞かせがしたいと思っております。続きまして、自立循環型経済社会推進室なんですが、魅力あるまちづくりの祝いたいの事業なんですが、今、まあ、自治会とか地域会で一生懸命になって空き家バンクを探して、やっとることが行政も頼りになっとると思っとるんですが、まあP59 ページの地域会議等の関係なんですが、そこもできましたら14団体に10万になっておるんですが、もう少しこう増やしてあげた方がいいんじゃないかなと思っておりまして、市の方の関係についても空き家バンクを探してほしいという要請があるのか私は思っておるんですが、それも一生懸命になって、地域の取り組みで、今考えて、事業なり地域会で今取り組んでおる最中でございますが、まあ養老を見せてもらいましたら、空き家バンクの登録に早速ですね、漁師の方が40歳ですか、今度は来られるようになりまして、空き家バンクの方に登録された方に、いよいよ住む予定がこの春から決まっております。まあ、そういった支援をですね、できましたら地域会議等に支援をもう少しさせてもらったらいいんじゃないかなと思っております。からですね、宮津市定住の推進なんですが、まあ、昨年までは30万、今年は100万というようなことになってきとるんですが、まあ、5件から秋の山続くの関係も5件なんですが、まあ、これについてもですね、やはりまあ5件ぐらいで足るんですか。やはりこれからはですね、定住促進をされるならもっともっと予算を組んでおかないと、これからが正念場だと思っておりますので、それが一つお聞かせがお願いしたいです。それから自立循環型の次世代の人材育成事業 P の58なんですが、新規100万円です。で、まあ、今後宮津市の町づくり仕事づくりを生み出す人材の育成が急務であるとは思っておるんです。できましたらこれ商工会社へのセミナーの開催資金なのか、行政としてはどんな役割で進めておられるのか、お聞かせがしたいです。でこの前ですね、3月の3日の日にですね、卒業式があったと、1日に卒業式があられて、気になるデータがあったと。同市はですね、昨年、町人仕事創生総合戦略にあたり、宮津高校やら稲文校、海洋高校、京都行政高校の3、4年生を対象にアンケートを実施されました。市内の生徒118人のうちですね、卒業後も現在住んでいる町に住み続けたいというのが、回答したのがわずか6人。から卒業後は転職して将来は住み着きたいと17人、まあ、そして、住むことを考えていないのが46人、まあ、これが高校生の本質だと私は思っておりますし、まあ、こんなことをですね、今思い出したんですが、やはり、定住推進をさせるなら、もう少しですね、ここにも高校生仕事づくりを学ぶセミナーが商工会議所に入ってきとるわけですが、もう少しそういった学ぶセミナーをですね、強力にやっていかないと、まあまあこれもう宮沢は知らんわいやな感じが受けてくるんではないかなと思っておりますし、まあその辺返事をちょっといただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。尾崎教育委員会総括室長。
教育委員会の方に2点、ご質問いただきました。1点目は予算でお願いしております、養老中学校が橋立中学校に通学しますバスの件でございます。今回は市がバスを購入して、運行委託を業務する運行を業務委託するということで、バス会社 のバスを借り上げてですね走らせるというものと比較したんかということでございました。予算の方は2100万2台分でお願いをしております。5年間で、耐用年数5年間で割り戻しますと420万になると、1年間 がそういうことになります。これに年間の運行経費ですけれども、業務委託 の約1200万ちょっとかかります。で、1650万ぐらいがですね今試算をしとる額でございます。でこれとですね民間バス会社にバスも含めて、運行委託するというのがですね1900万ちょっとかかります。従いまして引き算をしますと約250万ぐらいですね市の方でバスを購入して業務委託する方がですね、安くなるというようなことでございます。で先ほど木田議員のご質問がありましたけどバスの通学 に使わない時間帯の利用についてもですね、使っていけるということで他の今小学校ですといろんな体験に梅干し公園へ行くのにバスを借りたりですね、そういったものにも使っていけるというようなことでございます。それからこんな小学校由良の生徒がこんな小学校へ通いますバスの件でご質問いただいております。予算額の方は317万5千円をお願いしております。このバスには今田小学校と今田の幼稚園 の園児がですね通園しますようにスクールバスとして、市が保有するバスの運行委託をですね毎年入札を行いまして契約しております。ご質問はこの317万円にガソリン代とか、一切の経費が含んどるんかというようなことだったと思うんですけれども車検代ですとかですねガソリン代とか、そういったものも含んでおります。以上でございます。川島総務室長。まず男女共同参画、女性活躍推進計画についてのご質問でございました。75万の内訳はということです。計画策定委員会の開催経費これ3回予定をしておりまして27万円、計画書の印刷経費が20万円と、市民意識調査の経費として20万円、計上をいたしております。今回の予算につきましては計画策定にかかる経費となりますが平成29年度以降については計画の推進のための事業費予算が、をお願いするということになろうかと思います。で計画策定委員会に、高校生をの参加ということについてのご質問でございます。本計画につきましては、男女共同参画だけでなくその、昨年9月に公布をされました女性活躍推進法に基づきます、計画これと一体的に策定するということになっておりまして、本市の、将来を、担っていただく、これからの、活躍される若い女性の方の意見も取り入れていく必要があるんだろうなというふうに考えております。こうしたことから市内の3つの高等学校に通学される、市内在住の女子高校生3名の方に、計画策定委員会に参画をしていただきたいなということで、現在のところ考えているところでございます。次に国際交流協会についてのご質問で、ございました。現在姉妹友好都市、との交流を、市民主体で、推進するために、3つ協会がございます。宮津ニュージーランド協会、デンレイビーチ市友好協会、そして宮津市日中友好協会、この3つの団体がございまして、宮津市交流国際交流協会は、姉妹友好都市をはじめ
海外との交流、また宮津市内における外国人との交流などで、など国際交流事業を主体となって企画実施をしております。こうした3つの友好協会からそれぞれ4名の役員さんを選出をいたしまして、12名での理事で組織をされてございます。事務局は総務室秘書広報係で担当をいたしております。それと事業費の関係です。来年度28年度は5つ事業等説明資料で記載をいたしておりますけれども、アメリカデビービーチ市来訪団の受け入れ、またこれについては21万9千円で、ニュージーランドネルソン市来訪団の受け入れ、これが216万9千円、ニュージーランド姉妹都市協会創立35周年記念事業への出席、これが181万円、そしてネルソン市高校生訪問団派遣、これが260万5千円、ネルソン市市民訪問団の派遣ということで、89万7千円ということで、トータル770万円の、事業費でございます。それと高校生の訪問団、これ毎年応募があるのかということでございます。国際感覚豊かな人材の育成のきっかけ作りに資するために、姉妹都市のニュージーランドネルソン市、アメリカデルレイビーチ市、交互に高校生訪問団を派遣をいたしております。高校生を対象としておりまして毎年の応募はございます。そしてネルソン市市民訪問団の派遣先についてのご質問でございますが、姉妹都市ネルソン市に滞在をいたしまして、姉妹都市名約40周年記念事業に参加をいたします。で、観光市民交流を行った後オークランドを経由して帰国するという予定でございます。次に公共交通についてのご質問でございました。200円バスでございますが、この200円バスについては平成25年10月から実施をいたしておりまして、2年間の目標で、1.5 倍を目標としておりました。で、それが 1.58 倍ということで目標を達成することができました。そして、さらに昨年の10月からさらに2年間ということで、延長をお願いをいたしまして、目標といたしましては、2倍、収支の関係で、収入の関係で2倍の33万人を目標として、しておるというものでございます。そして KTR 支援事業についてでございます。KTR につきましては上下分離方式を行いまして、これ沿線自治体は北近畿丹後鉄道沿線地域公共交通網形成計画、こういった計画を策定をいたしております。その下で全自治体とも今後、10年間は基盤維持のための支援を行っていくということで確認をしておるところでございます。当地域過疎化と高齢化が進んでおりまして、公共交通の重要性というのは今後一層高まっていくというふうに思っております。KTR 支援につきましては引き続き必要であるということと、また KTR 自体が沿線自治体で支援をして、維持をしておるということでございます。今後も維持していく責任があるものというふうに思っております。町バス路線運行維持対策事業でございますが、
全体をまとめてということでございましたですか。よろしいですか。はい、地方バス路線運行維持対策事業でございます。まあ、これにつきましてはご指摘のとおり、財政支援を今後していかなければならないということでございます。高齢化が進んでおります当地域におきましては、KTR とバスについての公共交通については運行維持していく必要があるということから、支援を継続していく、責任があると、行政としても責任があるということでございます。以上でございます。森口自立循環室長。自立循環所管の部分3点ほどいただいたというふうに思っております。1点目が UI ターンの関係ということで、これから定住促進を進めていくというところで、自治会でありますとか地域会議、こういったところと きちっと連携をしながら物件の掘り起こし、そういったことをしていくにあたって報酬というかそういったものが出せないのかなというご質問であったというふうに思っております。今議員も触れられましたように、その定住促進、この空き家の掘り起こしでありますとか、こういった確保、こういったものはその移住者受け入れ体制の整備ということで、地域の協力がなければこれなし得ないというふうに思っております。で、定住促進はもう地域の協力があってこそのものというふうに私も思っておりまして、ただ一方ではその地域を守っていくその主役はまた地域の方だというふうにも思っております。そういう意味できちっとしたその謝礼というんですか、報酬というところまで今考えきれてないところなんですが、議員からはその地域会議のお話をされ、その10万円がもう少しうまく活用できないかな、もう少し拡充できないかなというお話でございました。今回の予算につきましては、地域会議これまで通り10万円ということで、お世話になりたいなというふうに思っております。ただ一方でその魅力ある宮津 UIJ ターン推進事業のところで、今回投資予算ということなんですが、空き家対策推進会議というものを設置していくことにいたしております。これ予算としては50万円なんですけれども、それこそ養老の地域会議さんなんかこういったその空き家の掘り起こしというところをいつも精力的にやっていただいておるというところで大変嬉しく思っておるんですが、その養老さんがやっていただいておるようなことをこの対策会議という、専門家も含めた集団でもってそういったところをやっていきたいなというふうに思っております。で、こういったところでもその50万円ということで予算をお願いをしておるんですが、こういったマンパワーで各地域を回らせていただきたいなと思っております。ついては少し今までやっていただいておったことの、逆に言うとお手伝いという方は変かもわからんですけれども、この専門家集団なりがやっていきますので、一緒に汗を流し合えるんじゃないかなというふうに今思っておるというところでご理解をいただけたらなというふうに思っております。で、2点目の同じく UI ターンの関係で、その空き家回収補助の数でありますとか、あるいは空き店舗回収助成の方、これの数、金額は拡充したということで午前中もお話をさせてもらったところです。で、議員からは数をもっと増やしてはどうやと、ちまちましたことやっとったんではあかんよということやったのかなというふうに思っております。今回その空き家回収の方なんですが、27年度の予算が90万円だったということで、30万円かける3件分程度だったということでございます。今回その金額の方も拡充させていただいたということに加えて、件数も5件ということで増やさせていただいたということです。いやいや、これでもまだまだということもあろうかと思うんですけれども、こういったニーズが UI 男性がどんどん来られて、こういう回収をやらせてほしいということが来るということは多分嬉しい悲鳴だなというふうに思っておりますので、その折にいろいろ考えてまいりたいなというふうに思っております。空き店舗の回収の方の数についても同様の考え方です。数自体は27年度よりも増やしておりますけれども、その追いつかないと
という事態が発生すれば、その折に前向きに補正予算というようなことでも考えていきたいなと、そんな勢いで思っております。それから3点目 の人材育成の関係です。会議所の方に委託をしてというお話がございました。今回といいますか、新年度商工会議所の方で創業セミナーというものを開催される予定になっております。これと連携をした形で、地域経済セミナーというものを、委託していきたいなと思っております。でこれが今現在平成27年度において産業連環表というものを、私ども作っておるんですけれども、もう少しお時間をいただいたら、出来上がってくるということになるんですが、これで今調査しておりますこの連環表なるものは、宮津の強みと弱みというようなところが分かるような指標になっております。でこれを活用して創業セミナーにをやっていただこうということで、商工会議所の方にお願いをしたいなというふうに思っておる分です。で一方ではその議員からは行政としての役割はというところで、特に高校生のお話をされました。アンケート調査の関係なんですが、この高校生のアンケート調査については、私どもが昨年総合戦略を作るにあたって高校生からアンケートを取らせてもらった、そのデータだというふうに思っております。ここで、この人材育成事業ということで2つ目に掲げておりますが、プレスシートの方で高校生を対象としたというのが、この要はこのアンケートを取ったときに、議員もお触れになられましたけれども、このまま宮津に住み続けたいですか、あるいは一旦は大学に出ますが帰ってきますがという設問の中で、その回答というか評価というか、すごく低かった。議員も先ほどご紹介いただきましたけれども、今後も住み続けたいが6人であったり、卒業後一旦は転出してもまた帰ってきたいというのが17人というようなことで、パーセンテージでもかなり低い割合ということです。でこれは時間を相当要することでありますけれども、ここはきちっと行政の役割としてやっていかなあかんというふうに思っておりまして、まさにここ、20万円ほどの、事務費ということでお願いを しておるんですけれども、大学の先生なんかにも来ていただいたりして、あるいは宮津の企業人にもそういったセミナーをやってもらったりというようなことで、高校生といろいろな話をしていきたいというふうに思っておるということで、まさに心当たりは行政の役割というか、力を入れていかんなんことだなというふうに思っております。島田茂雄さん、ご答弁ありがとうございました。次世代の 人材育成の関係につきましては、商工会議所だけじゃなくて、やっぱり、行政もしっかりとして、町人仕事の総合戦略として、お世話になりたいなと思っております。この前言いましたように、高校生の関係がこんなに宮崎いいところは魅力がないと、現実味が分かると思っておりますので、これからですね、やはりセミナー等開催をさせてもらって、宮崎一個でも多くの方が変えて、高校、大学出たら変えてきてもらいますように、一生懸命になって取り組んで、取り組みをお願いがしたいなと思っております。それから公共交通の関係なんですが、31年には33万人という、その根拠はですね、だんだん人口減ってくる中で、非常に無理かなと考えておるんですが、今後2年間で、また継続するか継続せんか決まってくるわけですが、どれの方向で、今のところ考えておられますか、もう一度お願いしたいなと思っております。川島総支所。33万人ということでございますが、これはあくまで目標で、ございまして、2倍ということで、その2倍になれば、その23年当時の収入に、
相当が入ってくるというようなことで、その23年当時、以上に今後目標として掲げるなんということでございます。無理だというふうにおっしゃいましたですけども、いろいろとその、利用者発掘をしていく必要があるんだろうなというふうに思っております。200円バスにしましてから高校生が乗ってもらうようにもなりましたですし、新たなその利用者を地元に入りましていろいろと意見交換する中で、利用しやすい、バス運行といいますか、そういったところをいろいろと聞く中で事業者の方と調整して、利用しやすいそのダイヤなり、そういったところを検討していく必要があるんだろうなというふうに思っております。目標として、掲げてしっかりと実現に向けて取り組んでいく必要があるというふうに思っております。他にご質疑はありませんか。長林美代さん。それでは5点ほどお伺いをさせていただきます。まず宮津与座環境組合分担金についてなんですけれども、今、環境組合議会の方でしておりますストーカープラスバイオガス化施設なんですけれども、ガス発電を行うのは全国的には先進事例としているとなっておりますけれども、先進事例についてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。それから、2点目に総合実習センター整備費補助事業について、実習センター施設について、福祉人材養成にかかる費用というのは実習生1人につきいくら徴収するのかなと、宿泊施設もあるということで宿泊施設利用料というかそういうのはおいくらなのかなとちょっとお伺いしたいと思います。3点目に災害時要配慮者の支援体制の構築なんですけれども、おのおのの名簿作成というのは大変だと思いますけれども、ぜひ進めていただきたいと思っております。で、高齢者の方々、年々体調が良くなるということはないと思います。年々具合が悪くなると思いますので、したがって名簿作成というものやはりたびたび必要なのかなと、更新していくのが必要なのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。例えば毎年行うとかそういうふうにされるんでしょうか、お伺いしたいと思います。で、4点目に公共施設マネジメントの推進についてお伺いします。目的に将来にわたって効率よく行政運営や行政サービスの継続をしていくためとこううんぬんとありますけれども、宮津市の運営の効率化というような、市の運営の効率化のように聞こえるわけですね。ここには市民というものはどこにあるのかなと、なんとなくこう市民置き去りのように聞こえるわけなんですけれども、この点についていかがなんでしょうか。で、しかもですね、効率化によって公共施設が減ると、市民の方々困るんではないかと、ご自分の地域の地域内にある例えば公民館がなくなるとかそういうようになると非常に困られると思うんですけれども、この点についてもいかがでしょうか、お伺いしたいと思います。で、最後に地方バス路線運行維持対策事業についてなんですけれども、200円バスの推進は、市民の方に大変喜ばれていると私も思っております。ですが、由良地域はバス運行がないということで、どのように今後どのようにされるのかなとお伺いしたいのと、それから、バス停の件なんですけれども、パーキング浜町のところに新しくできた海の京都宮津というバス停なんですけれども、寒さ対策で、建物を、ガラスの中、
建物の中で風をしのぐということで非常にいいんですけれども、まあ、高齢の方がお買い物をしてね、で、まあ、雨や雪の時は、まあ、両手に荷物持って、で、何ですか、車を押してとても傘は用ささないよというのをよく耳にするんですけれども、そして道路を横断しなくてはならないと、まあ、高齢者にとっては大変危険な、まあ、その一瞬というかね、そういう場所でもあるのかなと思うんですけれども、このようにまあ、バス停をね、元のウィップルさんの東川ですか、海川、元の場所に戻してほしいというような声もお聞きするんですけれども、このような点については、まあ、苦情なり上がっているのか、そのような声をお聞きするんでしょうかとお伺いしたいと思います。以上です。高村市民市長。新広域ごみ処理施設の、まあ、バイオガス化併設ということの、まあ、先進事例についてどう考えるのかというご質問なんで、ご紹介も含めてのちょっと認識ということでお聞きいただきたいと思います。まずバイオガス化施設、まあ、特に、まあ、焼却施設と併設の、まあ、バイオガス施設につきましては、まあ、すでに、まあ、稼働実績という意味では国内で、まあ、2施設ということから、あ、事業シートの方でも、まあ、先進事例というふうに、まあ、記載をいたしておりますけれども、まあ、一般廃棄物を対象といたしましたバイオマス化施設、まあ、単体のもの、まあ、湿式も乾式も含めてということになりますけれども、まあ、これはすでにも国内では20以上の、まあ、実績があるということ、また、まあ、これ海外の話にではなるんですけれども、まあ、乾式に限って言いましたら、まあ、30以上の施設がもうすでに、まあ、稼働しており、歴史的にもかなり古いというようなことを、まあ、まずご紹介しておきたいと思います。で、まあ、確かにその稼働実績数という意味では、まあ、燃焼単体、まあ、特に、まあ、ストーカーの単体方式というものが圧倒的ではあるんですけれども、まあ、技術的には、まあ、安全面でもすでに、まあ、確立した技術だというふうに、まあ、言われております。で、なぜ、まあ、このバイオマス化の併設が進まなかったのかというのが、まあ、一つポイントになろうかと思うんですけれども、このバイオガス化に適したゴミ、まあ、生ゴミとか湿った紙ゴミ、こういったものだけを、まあ、分別して収集するという、まあ、必要があったところを、それからまた初期の投資設備面で、まあ、割高になるという2点が、まあ、ネックだったようです。で、ただ近年この機械選別の技術というものが向上してきたということ、それから国の方の交付金、これが3分の1から対象部分は2分の1になって、まあ、優遇されてきたというようなことから、国内でも順次整備の方が進んでおりまして、先ほどの2施設に加えて、まあ、計画中というより、まあ、公募であったり着工しているものが、まあ、すでに3施設で、まあ、それも含めますと、まあ、検討導入方向検討中というのが、まあ、国内で16箇所あるというふうに聞いております。というようなことで、まあ、メリットとして、まあ、環境組合の方で採用された最終的な理由といいますのは、やはりその温室効果ガスの排出量等を含めた、まあ、環境の保全性、それからもう一点は、まあ、小規模でも効率的な発電ができるという、まあ、公益性、それから国の交付金等、あるいはバイデン収入、こういったものを含めますと、まあ、ストーカー方式と、比較しても経済性ではほぼ同じぐらいの程度であるというような点で、まあ、この施設が採用されたということで、先進事例ではありますけれども、もう優れた方式であるというふうに認識をいたしております。以上です。山口健康福祉市長。2件ご質問いただきました。総合実習センターの、まあ、実習生さんの利用料等はどうなるんだというご質問だったと思います。施政方針でもお話しさせていただきましたように、今後実習生のカリキュラムを作ることになっております。で、そのカリキュラムに基づいて、まあ、実習費用をどう設定するのか、あるいは宿泊費用をどうするのかということは、事業主体の運営主体の峰山区市会さんが最終的に決定をされるということでございます。2点目の災害時の要配慮者の関係でございます。個々の名簿を作成、まあ、こういったものを毎年、まあ、更新していくのかというご質問かと思います。今回避難行動要支援者名簿
というのをまず作ります。それは市町村のが作らなければならないということで作ります。でそれはもう災害時が起こったときにその名簿を関係機関に提供するということで本人さんの同意はこれを得る必要はございません。その名簿をまず作ります。それにつきましては毎年更新をしていく更新をしてまいります。でもう一つはこのご質問の中で個々の計画と言われておりましたのでもう一つがその個人の個人計画というのもこれは災害対策基本法では必須ではございませんが任意ですけれども宮津市は作ってまいりたいなとこのように思っております。これはただ個人情報の関係もございますので、市町村が勝手に作って、いうものではなしに本人さんの同意を得て作っていくというものでございますので、総意の同意を得られた方のまず作りますがその後は1年1回、更新をしていきたいなとこのように思っております。ですのですべての市民の皆さんの個人計画を作るということにはならないのかなとあくまでも本人さんの同意を得たもので得た方ということになろうかと思います。いずれにしましても1年に1回は更新をしてまいりたいとこのように思っております。小西財務室長。公共施設マネジメントの関係で、議員からは市民が置き去りのように聞こえるがというご質問でした。私の方といたしましては、何遍かこの答弁を変えさせてもらっておるんですが、今回のこの公共施設マネジメントの、推進にあたりましては、これも以前ちょっと申し上げたんですが、人口が少し減ってきているということと、あとその年齢構成も少子化等によって、構成が変わってくるねというところで、公共施設 の, その利用形態が、今後変化していくのじゃないかというふうに見込んでおります。それとその多くの施設が、バブルの時に建てられた、建物がたくさんありまして、その更新の時期を今から順次迎えてくるというようなことが予測されます。で、それに耐えられる財政状況がどうかといったことで、このまま施設をその更新いわゆる建て替えをすると、財政的に持たないというところもありまして、こういった3点の要素から、その財政負担の軽減なり平準化、それをベースに置きながら最適な施設配置を目指していくという思いでこのマネジメントに今取り組んでおります。で、今回 の, その参考資料にも将来にわたって効率よく行政運営、行政サービスを継続という言葉を使わせてもらってますけれども、議員の方からもちょっとありました。私の方といたしましてはこの思いというのは一定の市民サービスをキープしていくというそのキープをしていくための費用のかけ方、ここを少し見直していくべきだということで、この効率よく行政運営とか今の行政サービスを継続するという思いで、ペーパーを作っておりますので、ご理解をお願いをしたいと思います。例えばですけれども、適当な時期に一定 の, そのメンテナンスを施すとしてやることで、施設は延命化してまいります。そういったところから同じ施設にも投入する資金が少し前倒しをすることで、まるまる建て替えということに ならないということも考えられますし、あるいは複数の施設、これがそれぞれ老朽化が進んでいると仮定いたしまして、機能をキープするとするときにその建物を複合化してやれば、その個々の建物に投資する費用も抑えられるといったことから、こういう言葉を使っておるものです。あくまでも効率よくというのは、そういう意味で使っておるということで、一定のサービスをキープしていくための費用のかけ方だという具合にご理解をいただきたいと思います。
それと、まあ、議員の方からご心配になっております、まあ、市民の件ですけれども、これはあの他の事業でもご答弁申し上げております通り、市民との意見交換、これを十分行いまして、特にあの個別計画になってきますと、理解を得た上での推進となりますので、そういう市民との意見交換を踏まえながら、維持していくもの、公益利用の施設に変えるもの、あるいは民間の施設を利用するもの、そして最終的には統廃合といったことも、まあ、踏まえて、議論をしていきたいというふうに思っておりまして、まあ、くどいようですが、初めから施設廃止という思いの議論を進めるものではないということで、ご理解をお願いいたします。川島総務市長。地方バス路線の運行維持対策事業についてのご質問でございました。由良地区におきましては、路線バスの運行がないということは、課題として十分認識をしております。町人仕事総合、そして総合戦略において、公共交通空白地の解消を目指すというふうにしてございます。由良地区の住民の皆様には、現在、ちょっと入らせていただいて意見を伺っておるところでございまして、まあ、それらの意見をもとにあり方についてまとめていきたいというふうに考えているところでございます。またバス停の件でございます。海の京都宮津につきましては、宮津桟橋側にあった上宮津線等のバス停と国道沿いにありました伊根線等の汽船場港間、このバス停を昨年の10月に集約をいたしました。海の京都宮津ということで集約をいたしました。で、10月に、スタートした当初は上宮津線の利用者からはバス停が遠なったというようなご意見は聞いておりました。また一方で利用者の多くを占めます伊根線の利用者からは、国道まで歩かなくても良くなったと、ありがたいというような、声もいただいております。で、12月からは待合室を設けまして、雨風をしのげること、またさらに宮津桟橋側に、バス停があったときはミップル店内からバスが見えませんので、一旦出て確認するというようなこともされとったようでして、今は待合所の中からバスが来るのが見えますので、ゆっくりバスを待つことができるというような意見もいただいております。で、このようにバス待ち環境を大きく改善することができたということも合わせまして、バス停の移動に関しては現在のところは特に苦情というのは聞いていないということでございます。以上です。長林美代さん。ありがとうございます。それではちょっと数点再度お聞きしたいと思うんですけれども、まず、環境組合の分担金についてなんですけれども、先進事例ということで、国内は2例だけれども、国外でもたくさんあるということでお聞きをいたしました。いろいろと、それぞれの、施設に、施設というか自治体というか、そういう場所によってもまたいろいろと、いい面もあり問題点もあるだろうとは思いますけれども、ちょっと宮津の件についてお伺いしたいのは、じゃあ今後は、ゴミの分別というものをじゃあどのようにされるのかなと、例えば燃えるゴミ、黄色いゴミ袋ですね、あれの分別をさらに、細かく分類をされるんでしょうか。この点についてお聞きしたいんです。というのは、南端のクリーンセンターでは砂が詰まって、故障したということを聞いておりますので、そこに費用がかかったと、修繕費がかかったということですので、今後そういうことがないように、施設を稼働させていくためにもそれがないように、じゃあその砂の部分というのはどうされるのかなと、
調査をされましたね、東洋テクノロジー、なんとかテクノロジーさんに調査を依頼されたと思うんですけれども、そこの部分では、南丹クリーンセンターさんは分別を確実にしていくことが、南丹さんの方の課題であると、分別をしていけばいいというように、取りまとめられていたと思うので、じゃあ目安でしたらどうなのかなと。例えば家の周りの草を引いても、燃やすわけにはいきませんから、田畑の草も燃やすわけにはいきませんから、黄色いゴミ袋に入れて、ゴミに出すと。その点について分別をされるのかなと、今後ゴミの分別はどうなるのかなとお伺いしたいと思います。それから、実習センターの整備の件についてなんですけれども、今後、カリキュラムを作って峰山福祉会さんがその料金は決定するということであったと思いますけれども、いや私七島町連携の事業なので、市がね何か、権限というか、それはおかしいですけれども、なんかそういうことができて、市の方が、なんかいただくのか、それとも料金設定して、市が、それとも峰山福祉会さんの方に補助金出すのかなとか、いろいろ考えてたんですけれども、そうではなくて峰山福祉会さんが料金を設定して、峰山福祉会さんが料金を徴収して、峰山福祉会さんのものだということでよろしかったんでしょうか。この2点をお伺いしたいと思います。